はい、皆さんこんにちは。今日はスズメバチに関する皆さんに勉強をしましょう。これはスズメバチの、オオスズメバチの正面から見たところの写真です。触覚があって顔があるね。で、足があって腹部があって、そういう写真ですね。で、次にスズメバチも我々人間と同じようにこう友達意識があります。スキンシップですかね。そういう、この写真はスキンシップの写真です。仲良くなりましょうね、友達になりましょうと、互いのスキンシップをしているところの写真です。こっちは女王蜂、こっちはオス蜂、そういう写真ですね。それでスズメバチにも我々人間と同じように子孫を残します。この写真は非常に、重要な写真であって、なかなか素人の人では撮れません。これは生きてる状態の写真です。こっちが女王蜂、こっちがオス蜂で、この女王は来年の新女王になる蜂ですね。この交尾している時間はだいたい10分前後ぐらいですかね。オスの精子をもらって、女王蜂が腹部に、溜めておくという写真です。これは大事な写真ですね。そしてスズメバチはやはりその我々と同じように部屋があります。六角形の部屋がありますね。こう六角形の部屋、そして卵を産んで、幼虫5例になって、これはここの部分は今度さなぎになる状態です。自分で繭を出して、これ繭を今現在作ってるところの写真ですかね。で、この写真は正面から撮ってますけど、現実はスズメバチってのはこうぶら下がって下がって生活をしている状態です。で、蜂のその巣を掘っとくとこういうふうになっちゃうんだね。これは応接セットのベッドになる、応接セットのベッドになる木でできているものなんですが、外に放っといたもんでこういうふうに作られちゃったの。これだ、上からだいたい15段巣板というのがあって、巣板が15段になりました。成虫はだいたい4800匹ぐらいですかね。こう働きバチたち、こういうふうになっちゃうよと、気をつけてくださいということね。で、スズメバチはむやみには刺しません。私がこう作業中に刺された、これドッキーンとこう唇刺された、ヘルメットかぶっててこう当たってたんで、天井裏の板を切ってたら、そっから一斉にダーって出てきてチクッとなられて、刺されてだいたい 4,5 分かな。こういうふうにたらこ、もう口、今はうんで結べているけど、これ結んでる状態なんだ。結べなくなっちゃってんだな、こんなに腫れちゃって。そういうふうに鋭い、特に唇なんかは敏感なとこですから、刺されるとこうになっちゃうんですね。で、この刺した針はこれです。これ顕微鏡で、150倍ぐらいの倍率で撮りました。これが線針、刺針、刺すときはここからこう出てきます。この針がペッと、毒液も同じように出てきます。この針で先ほどの唇、私の唇を刺されてしまったということで、
それで今現在は冬眠から覚めてこのぐらいの小さな巣を作ってますから、皆さんもうちの周り、天井上下、もういろんなものがあるようなとことか、そういうとこをちょっと確認していただきたいね。蜂が一匹でもこう出入りしてたらば、必ず巣はどっかに作ってあるということを厳重に注意してください。今日は簡単ですが、スズメバチの勉強といたします。よろしくお願いいたします。